はい、です今回は外野手問題解決へ西川美翔を渡辺 GM が大絶賛ということでですね、今回はですね、まあ、ドラフト候補の西川美翔選手について渡辺 GM がね、まあ、評価をしているということで、まあ、指名はあるのかっていうところだったりとか、ライオンズの外野手史上というところも含めて話をしていきたいなというふうに思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、それでは渡辺 GM が西川美翔評価ということで話していきたいと思います。 ははいそれではですねまずはプロフィールの方から見ていきましょう2003年3月25日生まれ和歌山県出身身長 182cm 体重8 7キロ右投げ右打ち外野手主にレフトを守ります、まあ、センターとかね、まあ、内野もちょっと守れるというところではありますが、まあ、主に、ね、レフトということですね青山学院大学に所属をしております それではですね、まあ、ここまでの党とリーグの通算成績見ていきたいと思います。これはまあ、去年のね秋までの成績になります。34試合に出場した率2割5分9厘4本16打点三振16個、フォーボー7個の OPS が0.721という成績になっております。はい西川美翔選手はですね、まあ、今シーズンのドラフト1候補で この前の3月の試合でですね、侍ジャパンのトップチームにも選ばれた強打の外野手ということになっております。 まあ結構ね、その昨シーズンのリーグ戦で一気に活躍をしたんですけれども、まあ、おそらくですね、去年の,その日本代表の試合でもね活躍を見せたというところで、まあ、そこでね、まあ、認知した方っていうのは結構多いんじゃないかなというふうには思いますね。で大学2年までは本当にもうリーグ戦の通算成績、まあ、打率1割台とかっていう選手だったんですけれども、まあ、一気にこの去年、3年生の時に開花をしまして、 だからリーグ通算成績の方はね、そんなにめちゃめちゃ高い成績ではないんですが、まあ、3年中の成績だけを見るとね、まあ、本当に OPS も0.9を超えていたりだとかっていう、まあ、活躍を見せたということになっております。で、まあ、今もね、まあ、ドラフトの年ということで、まあ、彼にとっては本当にこの1年の活躍っていうところがすごい大事にはなってくるんですけれども、春のリーグ戦で4番打者としてチームを牽引しております。 でまあ、今ここまでのね春のリーグ戦の成績を見ても3試合に出場した打率4割5分5厘、まあ、三振0個のフォアボール0個の OPS も1.000ということで、まあ、しっかりとね高い打率を残していて、まあ、OPS も0.1を超えているということになっておりまして、まあ、この春のリーグ戦もしっかりとね活躍をしておりまして、まあ、プロのスカウトだったりとかに高いアピールをしているということになっております。 で、まあそんなね、西川美翔選手を、ライオンズの渡辺 GM も評価をしておりまして、まあ、体に力があると感じる実力能力技術は大学生の中で抜けているということで、まあ、非常にね、高い評価をしておりまして、まあおそらくね、ライオンズの中でも、今年のドラフト1候補の選手には当然なってくるんじゃないかなというふうに思いますね。 でも渡辺 GM も、ねまあ、高く評価をしているというところも含めて、まあ、ライオンズの今の,やっぱりこの外野手事情というところ、まあ、西川選手はもう即戦力の外野手の選手ということで、まあ、しかも、ねまあ、内野を守ることができるということで、ね、いろいろ使い勝手のいい選手の1人だとは思うんですけれども、まずやっぱりライオンズの一番の、まあ、深刻な問題としては、やっぱり外野手問題ですよね。 ここまで4年連続外野手のチーム OPS は最下位ということになっております。また昨シーズンまでですね、2020年から2023年まで4年連続最下位です。で、今シーズンもここまで外野手のチーム OPS は最下位ということで、まっきり言って5年連続の再開っていうところも、まあ、試合に入ってきている部分になります。で、やはりまあ一番深刻な問題としては、まあ、もちろんこの数字上もそうなんですけれども、まあ、レギュラーに定着するような選手っていうのが、 一人もここまで育ってきていないというところになっております。最後に外野手でレギュラーになったのが2017年の殿崎選手が今は内野でレギュラーですけれどもかつては、ね、ライトでレギュラーだったというところで。 まあ、あれがまあ2017年のことで、まあ、あれを最後に約7年間、まあ、外野でレギュラーを取るような選手っていうのが、まあ、育っていない。まあ、一応その間にね、こう、外野手、あの、外国人の選手で、まあ、レギュラーっていう人はいたんだけれども、まあ、若い選手だったりとか、ライオンズの選手で、え、それの間にレギュラーになった選手っていうのが、まあ、ほとんどいないような、え、状況になってしまっていて、まあ、相当深刻な問題になってます。 そういった部分を考えると、まあ、当然ね西川未生選手っていうのはやっぱりライオンズが欲しい選手の1人には間違いなくなってくるのかなというところですね。でまあ、昨シーズンのドラフトっていうところを見ても、まあ、今ライオンズの試合か7人のうち6人はピッチャーだったんですね。 も含めてですけれども、まあ司会家の選手のうち7人中6人はピッチャーということで、まあ投手ドラフトっていうところをまあ観光してきました。まあなのでそういったね昨シーズンの傾向とかを見ると、まあ今シーズンはおそらくまあヤシをメインに獲得するっていうところがね、まあ編成的にもまあ有力視されておりますし、まあ、あとは今回渡辺 GM もそうですし、マスカウトのね秋元さんもまあこの西川美翔選手のことを非常に高く評価しているというところがあって。 まあはっきり言って、まあ、今実際にこうリーグ戦で活躍しているっていうところも含めて、まあ、ライオンズの1指名最有力の選手と言っても過言ではないかなというふうに思いますね、まあ、非常にねこうバッティングもいい選手ですし、まあ、守備でもね侍ジャパンの方でセンターでしっかりとファインプレーをしていたというところ、まあ、センター守れるところも大きいですし、まあ、あとは内野もね、まあ、ちょっとかじってるみたいな話もまあ聞きましたので まあこういったね、まあ、内外を守れる点だったりとか、まあ、何よりやっぱりね、こう長打も打てる、まある程それなりに率も残せるっていうところも含めて、まあ、かなりね、本当に期待できる選手の一人なんじゃないかなというふうに思います。まあ、今後もね、西川選手がまあどういった成績を、このリーグ戦も含めて残してくれるのかっていうところと、あとはライオンズのね、まあ、スカウトっていうところが。 まあどういう動きをしていくのかってところ注目していきたいと思いますし、まあ本当にこれでもう西川選手にすんなり決まってしまうってなったら、まあそれはもう本当にライオンズの今いるまあ外周の選手たちがまあ活躍をできていないっていうことだと僕は思いますので、なんとかこの外周問題がまあ今シーズン中にね解決するに越したことはないと思いますので、なんとかですね、そこも含めてまあ今の選手たちにも頑張っていってほしいなというふうに思います。以上です。 はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も埼玉西武ライオンズの最新情報や考察、解説をお話していきますえ。少しでも動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。えツイッターも毎日更新しておりますので概要欄の方からチェックしてみてください。ありがとうございます。